皆さんこんにちは、平野です。でさっきに引き続きもうまた同じ格好やないかいっていうことなんですけど、2本目の動画です。はい、動画は撮れる時に撮っておけっていうことでね、撮れる時に撮っちゃいます。今日は、ちょっとメンタル的なお話です。でこの今からこう話すことっていうのは、この前5月4日のね学生イベントでも、講演をしてくださった山田真子さんが、お話をしてくださった、ことについて、 Vulnerability、わかんないです、この発音が合ってるのかどうか。ボーナビリティってカタカナで言うんですけど、これ、日本語にすると脆さとか弱さとか、あと弱みとかね、そういったものなんですが、今日はその弱さとかそういった脆さだったりとかっていう言葉を表すこのボーナビリティっていう単語、あとはもう一つ勇敢ですね、 college、勇敢な人っていうことについてお話をしようかなというふうに思います。ちょっとこうモチベ系というかね、メンタル系のお話になる、なります。はい。で今さっき弱さと勇敢っていう言葉が2つ出たんですけれども、全然ねこれ一見見ると全然逆ですよね。弱みとか自分の弱みとか、苦手なことだったりとかっていうのと、勇敢とか、勇気とかね、そういったものって全くもって逆のこと、ですよね。じゃあなんで今この2つが出たかっていうことをちょっと今頭に入れておいていただきたいっていうところがまず最初1つですね。そして今じゃあちょっと勇敢についてお話をさせていただきたいんですけど、勇敢ってみんな聞いたらどういうふうに思い浮かべますか？勇敢な人、例えば、そうだな、私からすると勇敢な人なんだろうね自分を持ってる人とか、あとはスーパーヒーローとかっていうね、この前のイベントの内容でもいろいろちょっとマコリンが話してたんですけど、スーパーヒーローとか、あとは強い人とかね。じゃあまあ何が強いのか、まあ分かんない、腕っぷしが強いのかもしれない、何か人にしっかり言える人なのかもしれないとか、そういった言葉、そういったねことを思い浮かべることが多いかなと思います。で社会で勇敢な人ってじゃあどんな人なの、すごい人って言われるのはどんな人なのって言ったら、まあ、パッと見すごい人、地位が高い人とかね、いい大学に行ってる人とかかもしれない、もしかしたら。まあでも社会に出たらその人たちがすごい人って言われるわけですから、そういうのももしかしたら一例としてあるかもしれない。でも本当に勇敢な人はっていうことで、心理学の方だったか忘れたんですけど、その専門家の方が、本当に強い人とは本当に勇敢な人とはっていう、ことで、壇上に上がってねこう講演をしている有名な、スピーチがあります。今日はちょっとそれをシェアさせていただきたいなと思います。じゃあ、本当に勇敢な人っていうのはどんな人なのかっていうことですね。ここで弱みとか、弱さとか脆さとか、そういったところが出てきます。でちょっとその方の言っていることっていうのをちょっとまとめたものをシェアさせていただきたいんですが、So I think the biggest myth about vulnerability is that it's weakness。弱さ、弱みについて一番の間違った通説っていうのは、それが自分の弱点であること。まあ弱みとか自分の苦手なこと、嫌だなって思うことって、自分の例えばコンプレックスですよねっていうのが、やっぱり自分の弱点っていうふうにみんな思う。世間ではそれが弱点っていうふうに思う。でもそれっていうのが一番間違っている通説であるっていうことですよね。 And yeah, so as I said that I think a lot of people were raised to believe that it was modeled、もう多くの人々がそういうふうに思っていると、世間ではそう思っているということですね。 Yeah, I think certainly in our culture we see that a lot of that to be vulnerable, to be open, to be exposed is to be weak、弱みとか自分の弱みとかっていうのを、表に出すっていうのは弱点をさらけ出すっていうことなんだというふうに、よく言われています。 And the truth is what I found in my research is that vulnerability is not weakness。 ですがこの方のですね、研究では弱みっていうのは決して弱点じゃないんだよっていうこと。じゃあ弱みっていうのは何なのかですね。 In fact, I would argue that it's our greatest measure of courage。 まあ courage 出てきました、これ勇気って意味です。実は弱みっていうのはとても素晴らしい勇気を測る物差しである。
まあ、これどういうことかっていうと、自分の弱みだったりとか自分がこういったところができないのはダメだなっていうふうに思っていることっていうのは誰もこうね表にさらけ出したくないんですよ。例えば私だってこうやって今話しててかっこつけて喋りたいし、みんながなんかいいなとか思って喋りたいなとか思われたいっていう気持ちっていうのはあります。これ別に生きててここの場だけではなくても、たくさんそういったところがあると思います。自分の弱みとか弱さってやっぱり人に見せたくないものだけど、その弱みっていうのを自分自身の一部として自分で受け止めて、そして自分自身である、まあ、それを他人にさらけ出せるというかね、それも含めて自分自身として、他と接することができる、そういうふうに自分の弱さ、弱点、弱み、嫌なこと、ネガティブさっていうのも受け止めて全部自分だというふうに思った上で自分を愛せるっていうことが一番の、勇気だって、一番の強さであるっていうふうにここでは言ってるんですね。なので本当に勇敢な人っていうのは自分の弱さとか弱みとかそういったものを受け入れられる人、受け止められる人、それも全部自分として、自分のことを愛せる人、そういったことをここでは言ってます。なのでやっぱり嫌なことだったりとか見せたくないことってたくさんありますよね。自分の弱さだったりとか、まあ、かっこ悪いことしたくないみたいな。だけどそれも全部含めて自分なんだよっていうこと、それっていうのをしっかりとこう自分自身として自分の一部として出せるっていうことっていうのが一番本当に強くって、自分の弱さをね受け入れられる人っていうのが一番強くって、だからこそ人にも優しくなれる。だから自分の弱点とか弱みとかって嫌なものだし隠したいものであるけど、本当はめちゃくちゃすごいものだと思う。それがあることってすごい素晴らしいと思うし、それをね今こうやって受け入れて、誰にでもあると思うんですよこの感情、受け入れて自分自身として生きているっていうのがもう私は本当に素晴らしいことだなというふうに、思います。なので自分の弱さ、 vulnerability is not weakness、 自分の弱さ、弱みっていうのは決して自分の弱点じゃない。そしてそれができるあなたっていうのは本当に本当に勇敢な人、それこそが、真の本当に勇敢な人なんだよっていうことですね。これはただただ誰かにこう強く言えるとか、学歴が高い、偏差値高いとか、社会で地位が高いとか、そういったことは関係なく、本当に強い人とは自分の弱みを受け入れられる人のことだからこそ、 The vulnerability is a greatest measure of courage、勇気を測る一番の物差しであるということですね。はい、ということで今日は弱さ、ボーナビリティということについてお話をさせていただきました。この概要欄の方にこの、方がね、あのこれをシェアしてくださっている有名なね、この講演スピーチをしてくださった方の、21分くらいの、テッドトークですね、スピーチ内容っていうのを貼っておくので、ちょっと結構難しいので何回も何回も見ないと分かんないかもしれないんですけど、興味のある方は見てみてください。英語のねリスニングの勉強にもなると思います。ということでこんなことも、学生たちに伝えさせていただきました。イベント内でね、私じゃなくて講演してくれた、マコリンが伝えてくれました。本当にすごい素晴らしい講演だったって思います。みんなにシェアしたいくらい。はい、ということで Vulnerability is not weakness, it's a greatest measure of your courage. So you are you, you know, so what you don't like about you, what you hate about you, maybe like you have, you know, like someYou have some negative point maybe. And also like, yeah, like sometimes you don't want to show on your vulnerability, but it's you. So that is very, very like beautiful thing. And I really want you to accept yourself with much love because you're some kind of wonderful. So thank you for watching my video and最後なんか英語になりましたか? And see you in the next video. Bye.